スーパーマリオスタープレビュー。さあ行きましょうか。プレビューですね。スタートー。さあなんかのスターのプレビューですから、まあでも基本右手を刺さないね。なんかドカン入るんかなと思ったけど、爆弾捨てですねこれね。オッケー、準備します。えい、危ない。うわ、滑空星人かよ。スピード上げなあかんな、滑空星人来るから。よし、さあ裏面強化。おっと、喧嘩してんな。バッセン。しかもなんかやーめーって、誰か助けてほしい。よしよし、今の冷静、もう誰か助けてくれる読みで居座るっていう。どうせマリオ来るタイミングやったからさ、あえて居座ることによって。てかなんで子猫ちゃん来えへんねん。おい、ちょ、アコン星人が戦って頑張って。よしよしよし、ナイス。アコン星人、うまいうまい、させるか。ふぅ、どうだ、ダメだ。これはでも今の分々やられるもんな、突っ込んでもな。ザ・ハードレベルの For My Dad。 ハードレベル、ひでえレベルいうことかな。スタートさ、生参り、うわーっと、別に意味ない。でもコレコちゃんの動きを封じれる、ポコン。さあそして冷静に終わった。楽しかったです。一瞬やけど楽しめた。アスレチックマルチプレイヤースタート。マリオです、行きましょうか。アスレチックマルチプレイヤー楽しそうやね。ほいほい。さあこれはショートカットとかもまあどっかでねあるのかもしれないんで、楽しいな、アスレチックな。ほい、ルイージがちょっと今リードっぽいか。ルイージがリードっぽいね、この右に行く感じが。ふぅ、生参り、よっしゃ。あー、さすがにな、さすがにみんな決まるわな。ふぅ、生同士頑張れ。よっしゃよっしゃー、面白かったね。一の C、ポンディオプラットフォーム。プラットフォームですね。スタートー。まあ、これはアイテム取っとったらちょっと甘えになってしまうんで、先手有利やと思うから。基本先手で攻めていくような、イメージでいこうか。オッケー、イメージンググレース。ファイヤー、ここでやっと許されるもんな。競ってる時にやっぱアイテム取るとね、負けちゃうもんな。大体の構造上ね、先手有利やもんな。敵の動きとか、ハンマーブロスとかね、そういうの、これバブルとかも考えても。ほい。さあ、これで裏面しや。ルイージ来るな、これ。ちょっと距離取ろうか、ここで。危ない。距離取りますが、特に急ぎすぎないような立ち回りでいこうか。ほい。で、カキボー、足場、ファイヤーで調整していくと。よし、いい調整。完璧。ほい。貫中です。バッセンやな、これ。多分追いつかれるな、急ごう。ねえ、空中にせんか。これほんま、下に落ちてくれたらいいのにな。あ、これ、いけるやつ？やった！これできるやつすごいよな。なんか、特定のやつ、スキンとかやったらこれできるような。クッパジュニア一瞬で復帰するやつ。進歩！進歩ですね、スタートー。さあ、シンプルな、このコースね。フリを上から振ってくるからね。これ俺も先手生かしたら俺負けへんよ。負けました。そんなんだって聞いてないもん！ほら、回転で行くと思ってるやん、あの人も。回転で行くと思ったらさ、違うかってんて。ドッスンがこっちに来てん。回転関係ないねん、これ実は。ほら、マリオ。違うねん。もう、いたずらじゃ。回転ちゃうねん、これ実は。ここはこうやねん。ほら。いやーん！いや、今のミスった。タイミングちゃんと考えないと。これじゃ下手くそになっちまう。もう次やられたら僕の負けでいいです。さすがに。こんだけチャンスもらってるから。これ次負けたら俺負けでいいわ。はい。これが正解や。こうやんねん。そう。これやりたかったのに、冷静さを欠いた。ふっ！ちょい。よいしょ！うわ、危ねえ！いたずら好きめ！オッケー。シンプル。大丈夫です。生で上からいける。オッケー！めちゃめちゃ嬉しいよね。カインバトル。カインバトルスタートー。さあ、これはコインバトルですよ。条件戦、拳銃戦ではないので。どけ！よし、頭借りて。コードが確保された。うわー、さらにルイージの頭借りようという悪技考えたんですけどね。どうやって行くんやろ。制作者用ちゃうか？え？なんか隠れてると思うで、隠しブロック。え、なんか青いとドカン入った？は？絶対なんかあるよな。絶対なんかあるで。隠しアイテム、ニョキニョキニョキやろ、どうせ。絶対そうやで、ほんまに。さあ、どうだ？この下が怪しいかな、さすがに。中途半端なこことか怪しいな。狙いにくいとこ。
あら？ないね、なかなか。この上とか。はて。なんじゃこのコース。不思議なコースもあるもんやね。あ、ドカン入れるやん、よく見たら。マジかよ。ういそれは知らんがな。おもろすぎやろ。てか、よう気づいたな、俺。やったか。おいー、やりましたー。俺としてはよく気づいたと言いたいよね。マリオムービーフィノー。さあ、マリオのフィナル。これは車用意してね、用意してね、してですけど。そんなこと言うてられへんもんな。これ多分戦闘で勝ちちゃう？勝ったんちゃう？これで勝ちやろ。もう終わりやろ。やばい。何が用意されてんねや。カッコン。さあ、どうだ？ 2 番って書いてあるね。ファイヤー。あ、じゃあまだ終わりじゃないんや。あ、どっかの雰囲気視野に入れた方がよかったんかな。そんなしてる暇なさそうやな。下から。あー。まあ、何も言えねえって言ったところでファイヤー取って。ほっ。とりあえずまあ、二人で協力しようか。ここはマリオが来る前に。うん。ここは結託だ。よいしょ。結託結託。よいしょ。やばい、いたずら狙ってるよね、それ。いってらっしゃい。今のいってらっしゃいならへんの。しまった。まずい。格闘だ。させるか。マリオが鍵判定かよ。ああ終わった。いや、それマリオ鍵判定と思わずさ行くよな。スター来た。ふっ、さあ遅れてさ、俺マリオスター切れたんちゃう。ふっ、なんかベルトコンベアでスピードなくなったな。諦めない。足比べ、よっしゃ判定上トコーンって言ってもそんなのひっくり返るわけねえだろうが。バカ野郎、この野郎め。お、空中木箱。カッティボー。さあ、カッティボーアイテム取る暇はないか。いや、無償降臨ですね。生取りできたんで、まあまあこれはいいかな。これ生登り捨てやな、これな。なんかやったことあるよ絶対。ほい。まあ6割7割ぐらいやったことあるのがマリオメーカーミナルバトルさーってやつなんでね。ここちょっと沼かけて亀裂狙いましょう。お、なにこれ、終わりちゃうやろな。そんなステージちゃうぞ、さすがにな。ほい、オーガイさんですね。待て、この生涯一度の大勝負になりそうですね、オーガイさんとの。ふっ、今ので頭にかかるとかやったら泣きそうやったけど大丈夫やったね。さあ、ブレイキングメンバー。ほっ、待て、シンプルすぎる構造が。やばい、やめてー、もう。ちょ、もうちょい続こう。そうそうそう、なんか出せ出せ出せ、もうなんなんこのコース。ラバーエレベーター。さあ、ラバーエレベーターですね。もうここで勝負確定させようか。ふっ、連打連打連打。うわー、確定してもうた。終わった。嘘やろ。みんなにやり直しや。スタート、ラバーエレベーターです。さあ、勝負始まった。強制送還。神ゲー。